はい、皆さんどうもお疲れ様です。インタビュー動画第2弾ということで今日もやらせていただこうと思います。今日はね、特設会場の方があったのでそれを利用させていただいてインタビューできたらなと思います。で、今日は、僕のよく一緒に釣り行ったり、動画の方にコメントもいただいたりね、大変協力いただいている YMCA さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。では、ですね、ここに座らせてもらってやっていこうと思います。で、いくつか聞いていこうかなと思うことをね、あらかじめちょっと聞かせてもらったんですけど、まずね、YMCA さんよく会うといつも触らせてもらったり使わせてもらったりするんですけど、タックルが結構ね、素晴らしいものを、はい、もう全財産をかけてね使われてるということで、はい、やっと、ね、これを完成させるためにこのコンボをね結構時間がかかったということなんですけども、はい、ちょっとご紹介いただいてもいいですか。はい、結構みんなねタックルのお話は結構好きなので、はい、こちらはこれです、ね、ブランジーの伝説の、はい、ブランジーのモアザンブランジーの 94ml94ml ですね、はい、大野さんモデルです、ね、大野さんモデルです、はい、若干ガリってますね。そうですね若干ガリっちゃってます。足りないけどでも、はい、EVA のこのここのグリップは相当ね一生懸命使ってる感が非常にありますね。使い倒して、うん、で、まあリールはイグジスト、やっとのイグジスト、ね、はい、合体が、はい、夫婦と嫁が、そうですね、夫婦が出来上がりましたね、はい、イグジストの番手は4000ですか。これ4000ですね、はい、FT4000 ですか。はい、そうです。の EX、 そうです、 EX の方ですね。 XH、 EX、 あ、XH、 LT4000、 XH、 あ、いいサイズ、いいね、これはいいサイズですね。もうこの今回のこのイグジストはちょっといいですかね、はい、すいません、失礼します。このね、ちょっとステラっぽいっちゃステラっぽいんですけど、色がキンキラキン、キンキラ銀ですね。つるっとしててね、こっちのプレートとかもめっちゃかっこいいっすよね。これで大野もう完璧にあの方のスタイルですけど、軽いですね。やっぱりちょっと持ってても軽い。そうですね、うん、この持ちバランスもちょうどいいですよね、はい、このグリップに対してのこのリールの大きさもちょうどいいバランスかなと思います。はい、僕もこのサワー一応持ってるんですけどね。そうですね、サワー持ってます、はい、リールは持ってないですけどリールはやばいですね。まあ、自分も前はセルテート4000だったんで、はいはい、どうですかね、やっぱり使い心地とか。まあそうですね、やっぱりダイワが代表するリールだけあって、うん、まあ感度と巻き心地と、はい、このまあドラグの音と、うん、はい、あと、そうですね、うん、もう最高ですね、うん、はい、まあ、所有感っていうのもありますもんね。そうですね、満たされるっていう、はい、まあ、一生懸命仕事して、そうですね、これを買うためにね、まあ、皆さんが誰も買い物がすぐ買えるわけじゃないんですけど、もちろんね YMCA さんも、はい、すぐ買えたかもしれないですけどあの、ね、何かを削ってこれを買ってとか、あと多いのが何かを売って新しいのを買うっていうのをよくやってると思うんで、そういうパターンもね、皆さんちょっとこれいらないやつ2本売って1本もちょっといいの買うとか、いろいろみんなね、あの工夫して節約しながらやってると思うんで。そうですね、はいはい、やっぱいいの使ってるとなんか使ってて楽しいですしね、はい、まあ、負担、体の負担もね実際軽くなることもあるので。そうですね、はい、ということでですね、はい、憧れのタックルでしたじゃあもう大体お分かりかもしれないですけど、恒例のあれですね、あの好きな、はい、好きなプロというかアングラーさん、はい、あ、別に何でもいいんですけどアングラーさんがいらっしゃればもうみんな何となく分かると思うんですけど、はいはい、もうそうですね、このタックルを見てもらえれば、はい、やっぱり大野由紀さん。そうですね、ですよね、やっぱりそうですね、2連ジャンで大野由紀さんですね。そうですね、ナイスガイさん、まあ、渋谷ゲリオさんも、はい、まあ、あのね、大野さんでしたから、うん、まあ、この間シーバースペシャルで初めてでしたっけ。そうですね、念願 の品川で、はいはい、僕も念願の初の村岡さんも初で、ね、ちょっとお互い現場で会うことはなかったんですけどね、はいはい、時間帯が合わなかったんですけど。そうですね、どうでした、ちょっとお話したんですよね。そうですね、でやっぱり、まあ、握手もさせてもらったんですけど、うん、やっぱ手が熱いですね、はい、それは僕村岡さん、うん、
聞いてた、ね、聞いてたんですよ。聞いてたけど、はい、誰かに村岡さんの手ごついっすよって、ごつかったですね。でやっぱ握手したら、なんかその上のそのなんか会社員っていうかね、セーター着てる感じの、うん、ちょっとマイルドな感じよりも、実は職人さんみたいな感じのごつさがあって、うんうん、どんだけ長いこと差を握ってんだろうなって思いましたけど本当そんな感じですね。すごいですよね。だやっぱりやり込んでるっていう、うんうん、はい、まあ、30年って言ってましたもんね。そうですね、まあ、僕も30年ぐらいやってるんですけど全然ないですけど、ね、あのやっぱりいろんな企画の動画見ててもなんかこの人ならばみたいな、うん、やってくれるみたいなのありますよね。そうですね。鈴木ひとしさんとかもそうですけど、なんかどこ行ってもやっぱり魚出すし、うん、そうですね、そうですね。いやでも雨が多いんですか、あの人ロケ。なんかよく自分で見ると僕の時に雨が多いんですよね。まあそんな感じしますよね。まあでもそれはね、しょうがないってしょうがないですけど、その条件でも釣るっていうのはね、そうですね、すごいですし、まあ結果出すっていうのがやっぱプロだなっていう、うん、あれお話ししててキャッチボール感は口うまい感じでした。トークうまそうな感じでした。なんかちょっとぎくしゃく系なのか、もちろん初対面だからそんなにポンポン弾まないと。まあそうっすね。まあでもあのそれなりに、まあ少しの時間ですけど、はいはい、まあ、まあちょっとだけお話しさせてもらって、うん、まあ、はい、いい感じにこう優しく対応してくれたんです。そうっすね、うん、もうはい、もう優しい感じの人でした。僕もね、あの話したかったんですけどね、結構ちょっと並んでたんで話せなかったんですけど次また見かける時があったらぜひね、そうですね、話したいところではありますけどね。まああのエヴァグリーンの佐川さんの方が話長かったんですけど。あ、本当ですか。はい、もうこの城この城言ってましたね。まあでも面白い人でしたね、うん、そうですね、はい、佐川さんも。僕も佐川さん会った時に、はい、今度 YouTube コラボしてくださいよって言ったんですよ。そしたらまだか数日後にやめますとか言っちゃう。そうそう、あ、だからあのリアクションだったんだと思って、ちょっとなんか微妙なリアクションだったから、そうですね、ちょっと残念でしたけどね。言えないけどみたいな感じだったのかって、まあそういう感じですね。そうですね。わ、はい、かります。あの大野さんが好きな感じっていうのは、はい。バックなんかもね、これ、はい、完璧に、もうそうですね。完璧に大野さん、はい。フィッシュグリップもこれでしたっけ？いや、フィッシュグリップはまた違うんじゃないですかね。それはでもリールがダイワだから、あ、タオもダイワだから、そうですね。あ、フィッシュあれですかね、オーシャンブリップですかね、使ってるの。多分あのなんか前動画でちらほら映ってたのなんかアピアの、ああの定番の、はい、はいはい、なんかグリップだったんですけどね。まあでも少しでもこうね、大野さんに近づけるように。う、ね、いや、もうだいぶ近づいてますよ。格好だけは、あとは超か。そうですね。追いつけばってところです、はい、まあそれはこれから上がってきますからね。そうですね、やればやるほど、はい、あとは皆さんよく気になると思うんですけど、キューエドでよくねお会いすることが多いですけど、もちろん隅田川とかもやられるということですけど、はい、キューエドであのそのよくやるパターンというか、今年これが釣れたなとか、これを信じて投げてるっていうのはやっぱりあれですかね、これですか。そうですね、もうレイン、レイン、ええ、14の方のレイン。そうですね、14が多いです。14固定ですか、はい、ほぼほぼ固定。そうですね、ほぼほぼ、うん、で一番好きなのがこのマットチャート。そうですね、これが一番かかる、はい、かかりますね。こちらです、自分の方、はい、はい、シングルフック化にしてるってことですね。そうですね、はい、あのやっぱ根掛かりが多いところなんで、うん、まあちょっとでもっていう、はい、はい、あとはこのグリーンゴールド。そうですね、ね、グリーンゴールド、グリーンゴールドですね、はい、レインですね。まあ、結構やっぱり見てるとここにありますけど、半分以上はシングルフック化してますね。そうですね、まあ、キューエドの根掛かり多いですもんね、はい、まあそうですね、根掛かりでロストがもったいないですもんね、うん、はい、あとは比較的買いやすいですもんね。そうですね、今だいたい売ってることが多いです、ね、はい、で1000円前半でしたっけ。 そうです、もう1100いくらとか、うん、1200円ぐらいです。でなんかこれですよね、今年の夏でしたっけ、秋、はい、ああ、そうです、あの一回ちょっとこちらででかいのがかかったんですけど、まあ寄せて寄せて最後エラー洗いでバレちゃったっていう、はい、一番悔しいパターンですけどね、はい、ルアーですね。でもうほぼ90
あるだろう。まあそうですね、頭だけこう見ると、うん、はい、かなりの大きい感じでした、ね、それはシングルフックですか。そうです、これですね、もう、はい、マットチャート、あとはワーム系だったジョルティですか。そうですね、もうジョルティが多いです。これでも釣ったってことですね、はい、もうどこでもサーフでも何でももうジョルティですね、うん、これは15、これは15ですね、15のジョルティですね、はい。じゃあレインとジョルティをまあキュエドではよくまあ、まあそうですね、必ずそうじゃないけどよくファンとしては、はい、よくまあ使うっていう感じですかね、はい、はい、了解です。はい、いかに大野さんが好きかっていうのはよくわかるボックスになってますね。ここに穴脇に団地レモンが入ってますけどスラリアとか大野スペシャル、大野ヨレヨレって書いてある。そうですね、大野さんヨレヨレみたいな、はい、はい、ヨレヨレも大野さんから、大野さん仕様で、はい、はい、なるほどもう完璧に競争化してますけど。そうですね、ということで、まあじゃあ大野さんが好きということと、はい、あとはこんな感じで釣れるってことでは鉄板レインですよね。レイン、まあそうですね、レインが使ってる人も多いと思うんですけど、鉄板やっぱりレインとかね、はい、使ってる人が多いかもしれない、はい。実際キュエドで根掛かりしてたまにピュッと自分が買ってなんか錆びたルアーとかかかってくるとレインとかってこと結構ありますよね。ああ、はいはいはい、はい、ではということですね。最後にはですね、これも必ず聞いてるんですけども、なんかこうこれからシーバス業界、まあ、釣り業界に向けてなんかね、はい、ちょっとこうパッと軽くなんか意見があればちょっとお伺いしたいところがあるんですけど。そうですね、まあ魚をうんぬんっていうのは、まあ、プロの方がいろいろやってくれてるので、はいはいはい、まあ何ていうんですかね、一般のこういう、はい、うん、うちらみたいな、あ、まあ一般釣りみたいな、ね、まあ、一般的なアングラーでもこうできることがあると思うんですよね、はい、まあ、例えばゴミ出さないとか、はいはい、まあ、それはもうすごく言われてることなんですけど、はい、前も七尾さんと一緒にゴミ向こうで片したと思うんですけど、はいはい、やっぱああいうものは釣り場がどん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 減ってってしまうので、うん、まあここも、うん、すごく大切な場所だと思うので、そうですね、こんだけ広いスペースで、ね、そうですね、なかなか、はい、で車もすぐ止められるし、うん、そうですね、だから結構ね、ディズニーの目の前だし、そうそうそう、夜も綺麗じゃないですか、うん、だからこういった場所ってなかなかないと思うので、はいはい、やっぱりそういうとこは大切に、うんうん、守っていければなっていう、そうですね、はい、思いますね、まあ、最低でも本当に最低でも自分が持ってきたルアーパッケージだったり、うん、カトカス、はい、糸カスだったり、糸が一番多いと思うんですけど、糸カスとかですよね、うん、その辺は 100% ですよね。もうそうですね、で余裕があればなんかまあ最低、僕たまにあるのがその糸 B ライン、鳥が好きなんで B ラインがね絡まっちゃうと死んじゃうんで、うんうんうん、まあ、その辺はもしあまりにひどいのがあったらちょっと拾っていこうかなと思うのと、あのね、 YMCA さんたまに歩いてると結構ちょこちょこっと拾ったりするの見るんで、あ、すごいなと思いつつ、でもそれ専用のあのね、まあそれこそコンビニでもらったような袋でも何でもない、ちっちゃめの袋を持っておくと、そこにワシャッと入れてね、タックルボックスのバッグのいらないところにねちょっとかけておけばすぐ捨てられますので、うん、すごいそうです、ね、やってるなっていうのを感じました、はいはい、そうですね、まあ基本的なことですよね、釣らしてもらってるから、じゃあ逆にちょっときれいにするぐらいの気持ちでいかないと、そうですね、かもしれないんで 100% じゃあゴミは捨てないように自分ではしましょう、そうですね、はい、はい、わかりました。ということで今日は釣り仲間の、最初はねちょっと何人かはあのお知り合いの方に、ね、インタビューさせてもらって、僕も喋り上手い方じゃないから、あの動画やってるくせにね、あのなるべくこう和気あいあいと話せる方を選ばせてもらって、最初のうちは何名かやらせてもらって、でだんだんとまた本当にその辺に釣りしてる全く知らない人に声かけてって、何人かでいきなりさせてくださいっていうパターンもやっていこうと思ってるんで、そちらの方も楽しみにしていただけたら嬉しいです。はい、では、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。ありがとうございます。